はいはいはい。それではご乗船ありがとうございます。大変お待ちどうさまでした。あ、右側手振ってますよ。振ってあげてくださいね。コースに乗ってもらったんですね。でお時間の方は3キロだいたい20分ぐらいかけて下ってきます。今日水の量がちょっと少ないんで、川底見えますか、こんな浅い川で下ってきます。今日は穏やかで景色見るには一番いい船下りで楽しんでってください。水が一番多いと10分で下っちゃうんでね、今日は20分かけてゆっくりです。うわ、早い早い。じゃあこの辺から1回目のビニール上げてもらいます。ビニールちょっと上げといてください。1メートルぐらいの落差があります。前の方、うわマジかよ、これまずいよ。夏場は結構バーベキューする方も多いんですけど、バーベキューは岩の上以外ならどこでも OK です。長門の岩って大変珍しい岩が多くて、全部天然記念物なんですね。この天然記念物の上で火を使うのはちょっと中止になってるんで、禁止なんで注意してください。右側は亀の子岩って言って亀に見える岩ですよ。空見上げた亀に見えますか。近所の子なんかよく飛び込んで遊んでますよね。深さは4メートルぐらいになるんです。行きますよ。しっかり上げてくださいね。うん。うわ、すごい。怖い。怖い。はい、じゃあビニール下げてもらって結構です。